今日ははっきり言いますと韓国をボロクソ言いますでもですねそういうことを言うと武田はよほど韓国が嫌いなのかと言われるんですけどそんなことはありません私ほど韓国を愛している者はいないはい嘘つきという声が聞こえてくるようですけどもあ笑ってる人いますねはい <laughs> 絶対に言うなよ <laughs>。それはですね、最近の話見てると、ま、さすがにね、大統領とかが日本のね、告げ口外交をしたりとか、ま、あそういうの見るとですね、私なんかはふざけるなと思うわけですよ。ところが、韓国人の友達もたくさんいますし、在日の友達もたくさんいますし、韓国に行くことだってあります。韓国に行けばですね、そらそら美味しい韓国料理を食べて、楽しい買い物をしてですね、満足して帰ってくると。帰りの飛行機の中でビビンバを食べながらですね、楽しかったと言って帰ってくるわけです。えですから私は、 何も別に朝鮮民族全員をですね、邪悪な民族だとか、あいつらバカだとかですね、そういうことを言いたいわけじゃなくて、あくまでもですね、韓国政府の振る舞いというものが、やっぱり日本人からするとですね、かなり厄介だなと。えー、しかもこのね、えー、まあ、立ちが悪い厄介さだなというふうに思っているわけです。まあそこで今日は最終的にはですね、じゃあ私たち日本人はその韓国という国をどう見ればいいのか、韓国人とどう付き合っていけばいいのか、そういうことをですね、最終的に考えていきたいなと思っています。 わけで,すですから、あとでね、韓国のことをボロクソ言いますけれども、でもそれは何も憎しみとかね、民族差別から来るものではないということ。そこをまずご理解いただきたいと思います。